まんじちゃんと UFO キャッチャーに行って取れるまで帰りの手をしようってなったんで行ったんですよ。ちゃんとね、検温もしてマスクもちゃんとしてコロナ対策をして UFO キャッチャーをしました。でね、まんじちゃんがね、ポチャッコのね、なんかね、頭のね、耳がね、ミヨモーってなってるやつめっちゃ可愛かったんだけど、それしてりーちゃんはポチャッコの、まあ、可愛いやつをやってたんですよ。おりゃーってやってて、そう、なんかね、どうやって掴むの、本当にさ、アームがさ、ミューってしたらさ、ここのさ、ニューカクンって言ったとこでポトンって落ちるじゃん。はぁってなるんだよね、いつも。ポチャッコー頑張れよってなるんですよ。で、まんじちゃんがね、ガッツ掴んだよ、ニューって言ってたから、あーこれ落ちるよねって思いながら見てたら、落ちずにそのままヒューって言ってピョンって、うわー取ったなー。で、まんじちゃんがさ、500円くらいで取れてさ、あ帰るわ。ちょっと待って、ちょっと待って、見ちゃダメ、見て。え、だってこれ帰れませんじゃなかった、帰れるじゃん、もう自分みたいなって。で、まあ、マネちゃんも応援してくれたんですよ。で、めちゃめちゃ過ぎ込んで、もう金の暴力、数打ち当たると思ってガーってやってて、でもうね、取れなかったから、もう知らないと思って、もう知らないんだもんね、もうやめたんですよ。実は僕、ポチャッコよりシナモンの方が好きだしとか思って、シナモン取れに行こうと思ってやめたんですよ。したら急に店員さんが、ポチャッコ頑張ってた方ですよね、言われて、はいっつったら、ちょっと手伝ってあげましょうかって言われて、ってなって、もうポチャッコのね、あ、もう本当にね、触れたら落ちるんじゃないかってところでやってくれて、もう、わー、店員さんありがとうって思って、もう泣きそうでね、店員さんが優しすぎて、もう自分めちゃめちゃつぎ込んでるからさ、5000円くらいだからさ、ふえーって思って、もう100円ないから両替しに行ってくるって言って、まんじちゃん見張っといてって言って両替してもらって帰ったって。だね、あのまんじ野郎がさ、ぐわーって遊んでて、で、ちょっと、待って、何してんのって言ったら、あーっつったら、もうポトって押して、イエーイとか言ってんの、待ってこらー、これピーちゃんのって、あ、ごめん、遅い気やっちゃった、ちげーだろちげーだろー、で、なんか、やったーやったーとか言ってるから、ね、ひどいって言ったら、まんじちゃんが、もうしょうがないな、なんか取ってあげるよって言われて、タキシードサムも好きだからさ、タキシードサム取ってくれてて、もうなんかすごいの、そういう感じでね、置いてて、まんじちゃんがこのアームでね、押して押して押してポトって落としてくれて、多分600円くらいだったかな、それで落としてくれて、嬉しいってなって、ちょっとさ、自分でも取りたいなって思って、やっぱりシナモンを取ろうと思ってめちゃめちゃやってたんですよ、うりゃーって。で、まんじちゃんも見てくれて、もうめちゃくちゃあってやってたんだけど、取れなくて、さっきの店員さんもね、まあ、2回目はさすがにやってくれないだろうなって思って、もう頑張ってたんですよ、めちゃめちゃつぎ込んで、うわーってやってたら、店員さんがひょこって言って、また手伝ってあげましょうか言われて、店員さんなってね、最後ね、なんかね、店員さんがね、これ本当にね、押せば取れるんだけど、なんかアームが前に行ったら取れないから、こうちゃんとね、ここでパパって止めて押してくださいみたいな、ちょっと難しいこと言われたから、まじちゃんやってお願いって言って、まじちゃんが自分で取った方がいいよ、すごく嬉しいよって言われたんだけど、もうすごく怖すぎて、やったーって言ってまじちゃんに取ってもらって、うわーって一緒に帰りました。嬉しかったです。